おはようございます。マイトの対話へようこそ。今日は2018年10月18日木曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは豊かな人生を送ろうにです。はい、今週は豊かな人生について、主にね、お金を切り口にお話をしていっています。で、今日はですね、2回目っていうことですけど、あなたがお金を何に使っているかを考えてみましょうっていうことをちょっとですね、お話をしてみたいと思います。で、普段ね、どういったことにお金を使っているかっていうことをですね、ちょっとこう考えてみてもらいたいんですけど、もし余裕がある人はですね、紙を出してですね、書いてみてください。で、普段っていうかですね、その人生ってもうちょっと大きく考えた時なんですけどね、豊かな人生っていうことで考えた時に、どういうものにお金をね使っているかっていうふうに考えてみると、一応ですね、五大支出って言われてるものがあるんですけど、それがどういったものかっていうと、まず一つはですね、住宅費ですね。多くの人にとって家っていうのは、その単体で見ると一番高い買い物の場合がね、結構あるんじゃないかなと思うんですよね。数千万円するもので他になかなかないので、住宅費って、基本的にはローンとかを使ってね買う人が多いと思いますけど、一応会社に対しては一括でねローン使っても払う、一番かなり大きな買い物だと言われてますけどね。はい。それからですね、子どもの教育費、これもですね、子供一人育てるのに結構ね、いくらかかるよとかね、数千万かかるよとかってね、聞いたことあると思いますけど、これもですね、子供が2人とか3人とかいれば、もちろんトータルすれば、いる場合といない場合ではもうかかるお金っていうのは全く、1人の場合と2人の場合もきっと違うかなと思います。はい、あとはですね、生活費ですね。食費とか、水道光熱費とか、いろんなね必要なものを買うとか、そんなことでしょうか。はい。それから保険代ですね。で、私は生命保険の販売をしてて、最初の頃にこう結構言ってたのは、保険って人生で家の次に高い買い物なんですよっていうふうに言ってたんですよね。最近ちょっとあんま言ってないんですけど、確かにですね、これも計算をしてみるとかなりの金額ですね、払ってることがあります。はい。それからですね、次に老後にかかるお金、これはちょっとね、考え方がこうざっくりなんですけど、老後っていうのは収入が減るとかなくなるっていうかことが多いので、この老後のお金っていうのを 別で考える方っていうのはすごく多いですよね。そんな感じで、これが五大支出だと言われているものです。はい。じゃあ、それではですね、ちょっとですね、緊急性と重要性っていうもので、ちょっと考えて、お金をですねちょっと分けて考えてみたいんですけど、あなたにとって重要なこと、重要なお金の使い道っていうのが何かっていうことなんですけど、よくですね、自分のやることリストとかですね、それを分類するので緊急性と重要性みたいな考え方が、あるんですけどね。緊急性と重要性っていうのは、
重要性っていうのは自分にとって重要か重要でないかの、まあ、優先順位で、緊急性っていうのは今すぐやらなきゃいけないか、それとも後回しでも大丈夫かどうかっていうようなことのことになりますね。で、この緊急性と重要性っていうのを自分の中でしっかりとこう分けておくっていうことをやっておくと、お金の使い方がとてもですね、有意義に感じます。なんとなく使うんじゃなくって、緊急性とか重要性とかをしっかり自分が把握して、で、できるだけですね、重要だと思っているものに対しては緊急性が低くてもしっかりとお金をですね使えていくっていうことをしていくと、心がとても満足をします。っていうことでですね、ちょっとまあもし時間がある方はですね、まず、止めてみて、ラジオを止めてこれをね、よかったら書いてみたり考えてみたりしてもらうとすごくいいなと思うんですけれども、まず、さっき言ったね、住宅費、教育費、生活費、保険、老後ですよね。で、このこれが五大支出と言われているものですけど、これ以外にですね、例えばこれに入ってないものっていうのもある。例えば交際費とかですかね、あと趣味に使うお金とか、あと未来の生活への投資とか、いろいろあると思うんですね。で、私は今言ったものとかはすごく大事な、自分にとっては重要なことなんですけど、そういったものをですねちょっと考えてほしいんですけど、ありますかね。はい。で、ざっくり言った、その今住宅費、教育費、生活費、保険、老後みたいな。で、皆さんですね、住宅費っていうのは何かしら考えられていると思いますし、教育費とか老後とかこういったものもですね、頭には描かれている方が多いかなと思うんですけど、これもですね、実際に行動できているかですね、何か教育費を確実にこう貯めていくようなものとかがことができているかどうかとか、あとその老後の生活に対して、例えば、一つは単に貯金みたいなものとかもありますし、また別の角度で考えると、例えばその老後になっても収入が入ってくるような何かしらの仕組みを作ろうとすることを何かやっているかどうかとかですね、そういったものとか、そういうことをですねやっているかとか、あと住宅っていうのもですね、一軒家を取得した場合ですね、私は一軒家なんですけど、それもお金がかかりますね。マンションとかだと修繕積立費とかがね、自動的にこう積み立てられていってるんだと思うんですけど、住宅の場合はそういったものはですね、自分でやらないといけないので積み立てが必要です。で、必ず家はですね、お金をかけてメンテナンスをしていかないとですね、長く住むことができないので、そういったものも必要だったりとかですね。で、教育費っていうのは正直どのぐらいかけれるかとか、かけたいかとかっていうのは人それぞれだと思うので、そういったものを含めてですね、ちょっと自分の将来的なもの、今までのものはちょっともう置いといてもいいかなとは思うんですけども、そうですね、現在とこれからっていうことで、どういったものに今使っている、それは重要度はどうだろうっていうか、人生にとっての重要度はどうだろうとか、緊急性はどうだろうかってこととかですね、そういったことをちょっと考えながら、ちょっと書き出したものをこう分けていくっていう作業をですねしてもらうといいなと思いますね。で、
これはですね、実は考え方変わったりしますし、状況変わったりしますね。収入変わったりとか、仕事変わったりとか、子どもの状況変わったりとか、いろんなことが変わります。で、時代が変わると考え方も変わるので、定期的にですね、自分にとっての重要性とか緊急性、現状を把握して、で今の状況を知って、これからどうしたいかの確認でっていうことをですね、やっていくと、とてもですね、自分の、気持ちを確認しながらですね、進めることができていいなと思いますね。はい、では今日はですね、人生の五大支出っていうことがベースにですね、自分のお金の使い道の緊急性と重要性っていうものについてちょっとですね、考えていただきました。あなたにとってですね、緊急なことは緊急なことは何なのか、そして重要なことは何なのか、で大事なことは重要なことに緊急性に関係なくかけていけるっていうこと、それが満足する人生かなと思います。はい、で、まあ五大必須ではなくですね、住宅、教育、生活、保険、老後とか、まあ、これももちろん大事なことなんですけど、自分の人生を充実させる交際費とか交通費、交際費とか、それから、趣味や、余暇に使う旅行とかに使うお金もとっても大事だと思うし、それからですね、未来の自分のための投資ですよね。それもすごく私は大事だと思います。はい。それではですね、考えてみてください。はい。今週のお話はですね、結構ご自身で考えていただくっていうような話も、ちょっとなんか多くなってくるかなと思います。今日も聞いてくださってありがとうございます。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。